今週の一杯31回目はいつもの場所とは違ってこのような景色の高層ホテルプリンスタワー東京で撮影しております。東京タワー側じゃなくてちょっと残念ではあるのですが、東京の夜景はとても厚みがあると思います。少しね、建物が近すぎてあまり綺麗に見えないという感じもありますけどね。ちょっと電気を消しますとね、こんな感じになります。遠くが見えるというような夜景ではないので、美しい夜景の醍醐味は少しないのかなとは思いますけども、そんなに悪いものではないですね。お酒は今映っているシャンパンです。部屋にサービスして置いてあった無料のものです。部屋代がね高いので、この良いシャンパンがついているというわけですね。名前はモエ・エ・シャンドン・モエ・アンベリアというシャンパンです。モエ・エ・シャンドン・モエ・アンベリアル、そういうふうにね書いてありますね。後ろにはねフランス産だということが書いてありますね。一人で飲みきるにもまあまあちょうどいいサイズかもしれません。グラスも部屋にあったものですけども、悪いグラスでないですね。良いワイングラス、シャンパングラスといって良いでしょう。つまみは皿がなくてね、コップに入れてますけども、オリーブです。これね結構美味しいオリーブですよ。変なね、旨味調味料が つけられてなくて、わりかし自然な味というかね、良いオリーブの味がします。ここはね31階なんですが、私最近気づいたんです。高いところ、眺めの良いところが好きなんですね。なんとかと煙は高いところが好きと言いますが、その通りかもしれません。だから今ね少し嬉しいです。じゃあまずはシャンパンをポンと言わせましょうか。夜景に向かってね飛ばしてみましょう。でね、ガラス張りの窓はありますけどね、お顔もわからぬどなたか様、乾杯。シュワッときてうめえ酒です。たまにシャンパン飲むのもいいですね。まずはご報告と御礼をしたいと思います。 YouTube を始めて2年が経過いたしましたが、2ヶ月ほど前に登録者1000人を達成いたしました。すぐに報告と御礼をしたかったのですが、先輩底辺 YouTuber の方に1000人行ってすぐ報告御礼すると20人くらい減るから1100人行ってからにした方がいいよってアドバイスされまして、その通りにして今日このタイミングで報告と御礼をさせていただきます。チャンネル登録をしていただいている方、誠にありがとうございます。引き続き温かく見守っていただけますと大変嬉しく思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。登録せずにねご覧になっていただいている方にも御礼を申し上げておきます。ありがとうございます。1000人になるとチャンネルの収益化の権利を得ることができまして、晴れて底辺 YouTuber の仲間入りができたということです。
今ねスマホカメラにワイングラスをぶつけた音です。いい音がするグラスですよ。オリーブもいただきます。ちょっとね、テーブルが狭くて引いて取れないんですけど、ちょっとね見にくいかもしれませんが、すいません。動画数550本の時点でやっと到達することができました。視聴者様のおかげでございます。本当にありがとうございます。ささやかながら美しい夜景をプレゼントさせていただきます。どうでしょうか、それほど美しくは見えないでしょうかね。やはり夜景はね、肉眼ですよね。なのであまりプレゼントにはなってないかもしれませんね。収益化ということを言いましたが、私のような底辺 YouTuber はどれくらい収益を得られているのか少しは興味があるかなと思いますので話させていただきます。正確な金額を言うのは YouTube 規約違反だという話も聞きましたのでぼかして言わせていただきますが、定番駄菓子うまい棒の数で申し上げます。まだ収益化になって2ヶ月ですので振り込みされてはいないんですが、1日刻みで収益金が表示されますので正確な数字がわかります。私の1日最高の収益金額はいくらだと思いますか。現在1130名の方に登録をしていただいております。私の1日最高収益金額は、その前に飲ませてください。あーうめえってね、早く言えって感じですけども、発表いたします。私の1日収益最高額はうまい棒40本です。そして1日最低収益額はうまい棒8本です。1日平均は15から20本ですね。 YouTube 側からは8000円を超えないと振り込みしていただけませんので、最初の1ヶ月はそこに到達しませんでしたのでまだ振り込みされていないという次第です。次の振り込みのタイミングでは入金がある予定です。それは楽しみです。本当にね、振り込まれるのか、ちょっと不安はありますけどね。ある YouTuber の方は、初めて YouTube から収益金が振り込まれたのはね、生きてた中で一番嬉しかったなんてね、語ってる人もおりましたからね。私もね、2年をかけて、実際振り込まれるまでは2年以上かかってるってことになりますからね。まあ考えはね、ひとしおでしょうかね。話変わりますが、人間が作り上げたものの中で最も美しいものの一つについて話させていただきます。私の中で一つ答えが出ているのですが、何だと思いますか。またクイズ形式ですいませんが、私が扱っている陶芸、例えば青磁の皿、美しいという人もいますが、別にっていう人も相当多いですよね。私が思っている答えも全員同意というわけでは全然ないのですが、結構同意してくださる方が多いと思います。例えば愛という漠然としたものではありませんし、ポエムでもありません。その答えを発表いたします。皆様のお考えはおまとまりでしょうか。ではでね、早く言えよって感じですね。その前にもう一杯。
爽やかな淡麗でいて甘みも感じられる、そんなシャンパンでしょうかね。部屋付きのシャンパンということですが、全然安いものではないと思います。はい、どこまで話したかと言いますと、そうですね、人間が作り出したものの中で最も美しいものの一つですね。はい、発表いたします。それは夜景です。見てください、見てください。この夜景は人間が作り出したものに他なりません。夜景が人間が作り出したものの中で最も美しいものの一つということ、多くの方が同意してくれるのでしょうか。小学校時代の思い出を話させていただきます。社会の授業でした。日本列島を相当高い位置から写した航空写真がありました。夜に撮られたもので、夜景の状態で、先生がこの一番明るいところが東京だな、当時私は仙台在住でしたので、先生は仙台どこだって質問して、すぐに誰かが正解を言いました。先生が教えるべきことを大体言って、授業の最後の方でしたね。この太平洋の明るい部分は何だと思うって先生が教科書指さして言うんですね。私は分かりませんでしたね。一人の生徒がハワイって答えたんですが、先生はハワイまでは映ってないと言いました。生徒から答えが出てこなくなった時点で先生が言いました。何と言ったでしょうかでね、またクイズ形式になっちゃってすいません。では発表いたします。今日はね、発表が多いですね。もう一杯だけ飲ませてください。そしてオリーブも食べさせていただきます。早く言えよってね、すみません。発表いたします。それはイカ釣り漁船の明かりです。先生はイカ釣り漁船の明かりだと私たちに言いました。結構輝いてましたよ。仙台ほど輝いているように見えましたね、私の記憶ではね。先生もそんなことを言ったような気がするんですけど、後付けの記憶なのかもしれません。でもその後大人になっていろいろ学んで、あの輝きはイカ釣り漁船の明かりで間違いないという結論に至っております。今日は登録者様1000人超えの御礼をメインといたしましたので、小話もこの辺で終わりにしたいと思います。今グラスに入ったこれを飲み干してお別れといたします。ああ、結構入ってました。最後までお付き合いいただいた方、誠にありがとうございます。この後夕焼けの富士山が暗く消え入るところと、ラウンジから間近に見える東京タワーの夜景の様子を差し込ませていただきます。今後ともよろしくお願い申し上げます。東京タワーですけど、近すぎて全体は入りません。